ガンバスターはトップを狙いに登場するバスターマシン。地球帝国宇宙軍所属の試作型マシーン兵器で、対宇宙怪獣の最終兵器である。みんなの未来、私たちの未来、ガンバスターで作ってみせる。その通りよ。だから邪魔しないで。ガンバスターの開発。地球帝国宇宙軍によって開発された対宇宙怪獣決戦人型超弩級兵器。開発者はコーチこと太田浩一郎。少佐に昇進して自ら起草したガンバスター開発計画 RX 計画の責任者である。本機は RX 計画最終段階として開発された人類が手にした最も強力な機動兵器。合体したガンバスターをただのマシンと思わないでよ。コーチの心がこもってるんだから。正式名称は地球帝国宇宙軍超高速万能大型変形合体マシン兵器ガンバスター1号機。本機は汎用性向上を目的として分離合体機構を備えており、バスターマシン1号、バスターマシン2号としても運用が可能。合体時のバスターマシン1号にあたるパイロットのコクピットは従来のマシン兵器とは異なり、全周囲スクリーンモニター方式。操縦の基本動作は操縦者の動作がそのまま伝わるダイレクトモーションコントロールシステムが採用されている。なお、本機の立ち姿勢は直立腕組みで、パイロットが搭乗していなくても、基本はこの姿勢である。合体時のバスターマシン2号にあたるナビゲーター席は、多数のディスプレイとスイッチ、レバー類が所狭しと並ぶ。ナビゲーターの存在により、パイロットはこれらの複雑な操作から解放され、操縦に集中できるという仕組み。ちなみにバスターマシン分離時のコクピットは1号、2号ともに共通で、狭いコクピット内に多数の円形の計器が並ぶ。脱出ポットとなるコクピットは合体時に両胸部へと移動するほか、右手からの出入りも可能となっている。本機は第4世代超高速大型宇宙船技術の塊で、動力源は大型縮体炉。縮体炉は単体でも強力だが、合体して2機の縮体炉を連結し同調させることによって、通常のマシン兵器には搭載不可能な巨大縮体炉と同等のパワーを発揮させる構造である。これによって高出力亜高速戦闘を可能とし、単独でのワープすらこなした。開発スタッフ曰く、完全なオーバースペックであり、自爆した場合、ユーラシア大陸2つ分の空間が消滅すると言われている。機体内にはアバラヤ心臓などの生物を思わせるものがあるが、内部の詳細な構造は不明。また、脚部にはキャタピラが格納されている。大量の武装を持ち、それに加えてパイロットの努力と根性によって、無敵の強さを発揮する。これまで人類が苦戦する一方であった宇宙怪獣を完全に圧倒する性能を有しており、何万何億という宇宙怪獣相手に互角以上に渡り合った。また全高200メートルと巨大な機体を生かし、肉弾戦もこなす。特に本機の必殺技ともいえるスーパーイナズマキックの威力は驚異的である。お姉様、あれを使うわ。ええ、よくってよ。うわあ！スーパー！イナズマ！キック！使用時には脚部のキャタピラからチェーン操縦の刃が展開。機体を急上昇させ、その後急降下し、落下の加速度を乗せてフルパワーで敵に対してキックを叩き込む。その破壊力は凄まじく、対象物はもとより急降下中に発生する衝撃波で周辺の敵にもダメージを与えた。なお、劇中での世界の宇宙は真空ではなくエーテルに満たされているため、衝撃波による敵の破壊が可能となっている。バスターマシン1号の開発。ガンバスターの上半身を構成する試作高機動戦艦。劇中でのパイロットは主人公
高谷典子が担当する。全長100メートル、全幅63メートル、重量4600トン。正中戦闘を主任務としており、高い攻撃力と機動力を持つ。合体後はガンバスターの上半身となり、パイロットは全身の動きで機体を操縦する仕組み。武装は4連装の冷戦砲とパルスレーザー砲、バスターミサイル。地上から発射の際は通常のロケットのように垂直発進する。バスターマシン2号の開発。ガンバスターの下半身を構成する第4世代型特務宇宙戦艦。劇中でのパイロットは天野和美もしくはユングフロイトが担当する。全長99メートル、全幅69メートル、重量5200トン。強力な電子光学兵装を備え、戦闘管制と威力偵察を主任務とする。合体後はガンバスターの下半身となり、パイロットは火器管制などを担当。武装は全周熱戦砲とパルスレーザー砲、バスターミサイル。地上から発射の際は通常の航空機と同様に滑走後に離陸する。ガンバスターの武装。バスタービーム。本機の主兵装。機体のビームランプから発射されるマイナス1億度の冷凍光線。集中照射することで大型の宇宙怪獣ですら一瞬にして溶解させる威力を誇る。また、薙ぎ払うように使うことでカッターのように目標を切断することも可能。ホーミングレーザー。両手の手のひらから発射される無数のレーザー。弧を描きながら放たれ、一定距離で扇形に拡散滑光速で追尾し、広範囲にわたって目標を殲滅する。劇中ではおよそ3000もの宇宙怪獣を瞬く間に撃破した。バスターミサイル。指先から発射される光子魚雷。最初は核ミサイルという設定であったが、後に光子魚雷へと設定が変更された。バスターコレダー。両手首に収納されている複数の槍を目標の体に突き刺し、貫通状態のまま100億ボルトの電撃を放ち敵に流し込む。足首からも同様の機構で電撃を放つことが可能。合体怪獣に上下から挟み撃ちにされて押しつぶされかけた際は、両手と両足で同時発動させるダブルバスターコレダーで粉砕した。ちなみにコレダーの出力は後に10億ギガボルトへと強化されている。バスターシールド。敵の光線などを跳ね返すマント状の防具で、縮体物質繊維でできている。劇中では約2万もの宇宙怪獣による集中砲火すら防いだ。反撃が来れば敵をこちらに引きつけるのよ。できるだけ多く、できるだけ遠くに。来るわ、集中砲火約2万。そんなもので私たちがやられると思って。バスターシールド。なお、バスターシールドがなくともある程度の攻撃は無効化可能。イナーシャルキャンセラー。第4話にてガンバスターが突進してきた宇宙怪獣を捨て身で食い止める際に起動した機能。一見バリアにしか見えないが、感性を殺し運動エネルギーをゼロにするための装置とのこと。それ以降にこの機能が使用されたことを明確に示す場面がなかったため、それ以上の詳細は不明である。なお、劇中では使用されなかったが、バスターホームランやバスタートマホーク、バスターヨーヨー、バスター竜巻、バスタースピン、バスターカウボーイ、バスターリング、バスターストライクなど数多くの装備や技が設定されている。ガンバスターのスペック。分類、超高速万能大型変形合体マシン兵器。所属、地球帝国宇宙軍。開発、太田光一郎など。製造、地球帝国宇宙軍。生産形態、試作機。全高240メートル、頭頂高200メートル、重量9800トン。装甲材質、バスター合金、
スペースチタニウム、動力源、大型縮体炉 ×2、推進機関、ブースター兼部 ×4、背面部 ×2、ワープ時の推進機関、バニシングモーター ×2、燃料、アイスセカンド、最高速度、高速の 99.9%、ワープ時、高速異常、乗員人数、2名、主な搭乗者、高谷のり子、天野和美、ユングフロイト。ガンバスターの活躍。物語での初登場は、第3話、初めてのときめき、初めての出撃より。機体のカラーリングはグレーとオレンジ。本機の開発は極秘裏に進められており、戦艦エクセリオンの開かずの間、第7格納庫に合体状態のまま積載されていた。なお、本機が完成したのは厳密には第5話以降であり、初出撃となる第4話の時点では未完成状態である。4話と5話の間で修理及び未完成部分の建造、改修が行われた。劇中では2032年7月23日の火星沖海戦にて未完成の状態で初出撃。稼働限界は約10分、パイロットも主人公高谷のり子1名という不完全な状態であった。やめろ高谷、ガンバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。しかし悪魔即戦闘は無理だ。いざとなればぶつけるまでです。高谷、目標はあくまで敵の主力だ。ザクには目もくれるな。コーチ、はい。しかしそのパワーは凄まじく、巡洋艦級宇宙怪獣の撃破に成功し、人類へと希望を与えた。同年8月15日には完成した状態で太陽系絶対防衛作戦へと参加。先の火星沖海戦の損傷で廃棄処分となった宇宙戦艦エクセリオンをブラックホール爆弾として宇宙怪獣軍にぶつける起死回生の作戦であった。その護衛として完成したばかりのガンバスターを起用する。その戦いでまたしてもガンバスターは恐るべき力を発揮、無事に作戦を成功させた。2048年7月7日、宇宙怪獣を巣ごと殲滅するカルネアデス計画の最終段階において、超ド級ブラックホール爆弾であるバスターマシン3号と共に出撃。バスターマシン3号が起爆直前に宇宙怪獣の攻撃を受けて損害を被り、起爆に必要な質量が足りずに作動しなくなってしまう。そのためガンバスターに搭載した縮体炉を用いてバスターマシン3号を起爆させ離脱。本機の基本構造はまさに強靭であり、バスターマシン3号の中心核として3万分の1に圧縮された木製状の高重力下でも稼働している。これにより、のり子と和美は本機と共に未帰還となるものの、一般相対性理論の作用によって経過した1万2000年の時を経て、1万4292年に地球へと帰還する。その後、パイロット2名は脱出ポッドによって本機より離脱、作戦遂行時に大破した機体は、そのまま中域へと破棄された。帰ってきたんだわ、私たち。ありがとう、頑張った。さようなら。なお、本機のデザインは、ゲッターロボ G のゲッタードラゴン、伝説巨人イデオンのイデオン、宇宙ギャオスなどが元になっているとのこと。設定上の装備や技も、それらの装備や特撮ヒーローの技などが元になっている。本機のバリエーションには、量産機のシズラーをはじめ、ガンバスター界やセカンドプロトタイプ、グレートガンバスターなどが存在。ちなみにガンバスターは、すべて純地球製の技術で建造されており、よくある異星文明や古代文明等の技術が使われていないため、純地球製の兵器としては、まさに最強の兵器の一つと言えるだろう。以上が、バスターマシン、ガンバスターの詳細である。当チャンネルでは、さまざまなアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、企画動画など、自称、楽しい動画が目白押しです。ぜひ、興味のある方は、動画概要欄にある当チャンネルのリンクから、好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。
最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた、別の動画でお会いしましょう。